ったの、私も言いました、その場に、その場にいたんですけど、そのマヤさんとマヤさんと一緒ではないはずです。かまど、あー知ってますよ、YouTube、すっごい最近人気急上昇みたいなでよく見ます。あー知ってます、知ってますよ、いいおしゃれよな、あの方。ヘトウチ新刊さん、真空剣さん、チュロさん、ありがとう。心の奥底で嫉妬案件、フォローしました。戦場さん、ありがとうございます。ごめんなさい、なんかフォローしてくださったの嬉しいのに、こんな眉毛真剣に描いてる途中でごめんなさい。ちょっと今日はちょっとのんびり配信しようと思ってメイクしながら皆さんと楽しくお話ししてます。私は楽しいんですが、みんなは楽しいかい。みつさんの独占者、違うなって、もういろいろあったんだって、いろいろあっていっぱい LINE とか話して、昨日も直接話して、ちょっといろいろちょって話したんだって。多分ね、今のところみつさんのお家に行ってるのは STA メンバー、そのアクターズスクールの時とかも含めたら多分あれやけど、多分 STA メンバーだったらコッコさんだけなんだよね、確か今んとこ確かね。NG… なんて読むんだろう、なげゆおさん、ありがとうございます。チュロス、真空剣さんもチュロス。楽しくなかったら即抜けてます。あ、楽しいってことかな、いやおよく、うん、ありがとう。すっぴんは笑顔変わらず、いやいや、あ、まあ嬉しいよ、でもすっぴん可愛いって言ってくれるの。すっぴんがブサイクって言われて泣くもんシンプルに泣くからね。ハート、みちと二人だと何話すの？何話してるだろう。いろいろ話してます。何話してるだろう。何話してるんだろう、みちさんと二人。徐々に綺麗になっていくの楽しい。本当にありがとうございます。ゆらちゃん忘れてたの、ゆらさんあれよ、アクターズやんって、ゆらさんはアクターズだから。みつさんのことギュッとしたことありますか？あります、あります。今の生きがい、みつさんのお家に行けるっていう予定があるっていうこと。ソラハが なんでソラハもちゃんとミツさんの話してるよ、まあ、でも割合的には多分ソラが多いかもしれんけど、だって好きな人にさ面白くない人だと思われるの嫌じゃん。え、全然喋らんやんとか思うの嫌やん。意外と私ミツさんと話すよ。緊張して、いや話すよ話すよ全然話すよ。ミラさんハートありがとう。ニヤニヤしてるのが目に浮かぶはずいな、なんか目に浮かぶっていうのがはずいな。お化粧してどこ行く？買い物、洗剤とボディーソープとかもなくなってた気がする。買いに行かないと。口で
ッカさんとも最初そんな感じだったかな。はじうんすぐでもね、コッコさんとはすぐ仲良くさせていただいた。みちさんはなんか分かると思うんですけど、すごい彼女感が溢れてるんですよ。コッコさんもコッコさんはすっごいなんかお姉ちゃんって感じ。すごいダメなことはダメって叱ってくれたりとか、お姉ちゃんって感じ。みちさんは彼女って感じ。あ、ゆりさんもお姉ちゃんって感じ。しなのさん彼女感なわけなわけでしょ。確実に友達枠やん。彼女なわけ。あ、ごめん、ちょっと無言の時間が流れてる。今日待って、左まつげ調子悪すぎる。調子悪くてちょっと無言になっちゃう。わ、嫁枠です。嫁か私。自分に自信持つべき。どういうことで自信持てるんだろうね。ね、深い話になるな。脳緊張で早いけど、いや、それは無理、それは無理、それは無理ですね。いや、あのね、みちさんに LINE でね、そのいや、もうそろそろみちママさんにも挨拶しかな、しに行かないとですからね、だら結婚指輪の絵文字スタンプ をプラ追加して送ったら、なんかこういうみたいな絵文字3個連打で返ってきた。昨日さんに食べたら嬉しい、ありがとう。メイク中の女性ってなんちゃらと書いてある人に叱られたのを思い出す。嫁にぴったり。確かにね、掃除とかは好き。おしまいと喋るの緊張する。みちさんと喋るのは緊張はしないかな、かな。洗濯洗濯。23日みちと会ってくんね。23日何があるんだろう。あ、そう、きのぴーさんのやつ。よし、ほとんどメイク終わった。いや、まだ終わってないけど、髪の毛どうしよう。いいかな、もうアイロンかけないで、アイロンかけないでいいかな。そうだね。ピョン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 、アイロンしよう。直接会える話か。ああ、あ、そっか、今月じゃん。今月じゃん。え、今月じゃん。え、もうすぐじゃん。え、来週じゃん。え、やった、ほんとじゃん。11月じゃん、今月。最高やな。忘れてたわ、今月が11月ってこと。って思うと、もうほんまにあと1ヶ月半で終わるね。え、やば、あと1ヶ月半で今年終わるよ。やばいよ、早いよ、早いよ、早いよ。全然何も成長できてないよ。でも声ラジとかね、
ソロ仕事をいただけたことが多かったから、来年も引き続き恋ラジに出演できるように頑張らないと。ふうさんはね、2年連続だったから、そらはも2年連続恋ラジ出演できるように頑張ろう。ここの動画を1週間ちょっと動画、うわマジで最高。え、なんか進化せたらいいね前回ちょっと聞きづらいことあったから。23日、来れる方結構みんなさ、落選率低そうだったよね。知らんけど、人によると思うけど、9日後、10日後、本当にファンの人がことが好きなんだね。喜んでるから。え、嫌いな人なんていないでしょ。だってこんなにも、だってさ、アイドルなんてなかったらただの女子高生だよ、バカななのにさ、こんなにもアイドルになってこう応援してくれたり、いろんな遠いとこから来てくれたりさ、こんなに好きとか言ってくれたり、いや普通じゃおかしいでしょ。普通は好きでしょ。確かに剣道やってたね、なんか剣道少女だね、ガチで。そういう、確かにね、どんな感じになるんだろうね。好きに持ってるよ、1個だけ持ってる。思ったよりも私がドアップに映ってた。小松パスタ、まつげめっちゃ綺麗に上がってる。マジこっちどうしたって感じ。こっちまつげマジビューラーで上げないと上がってくれないの、悲しい。皆さん帰りと、そう、めっちゃ怒られた、ファンの人に。もっと声出せないってめっちゃ言われた。めっちゃ傷ついた。純粋な心折れた。ってなっちゃった。いや、これ以上声出ないよって思って。でさ、ずっと思って、一期一会みたいな。直接の話が怖いけどね。え、なんかね、マイクみたいなのがあるんだけど、よく分かんなくって、なんか難しいんだよね、あのマイク。マイクが難しくて、で大きい声は出るんだけどさ、怒鳴るんだよね、それ怒ってるように聞こえるんだよね。大きい声出るんだけど、めっちゃ怒鳴ってるように聞こえるから嫌なんだよね。怒ってないのに怒ってると思われたら嫌だし、はい、スピーカーに近づいたらちゃんと聞こえる。近づいてるんだけどね。そう、
多分みんなはあの大きい声でもっと大きい声出してよって言った人は多分 いじりじゃないけどそういう遊び心もあってだったと思うけど、あの時のもう自分なんでか分かんないけど、あもうガチで悲しかった。なんかガチで大きい声出してるけど難しい。改善してるかな、くれてるかな、今回は。今回は改善して、例えばレーンがちょっと隣同士が遠くなったりとかしてるかな。確かにお見送りぐらいの距離がいいよ、わかる。あれくらいだったらね、全然顔見えるしね。マスカラついちゃった。あー確かにマスクじゃなくて、それ本当に思う。しかもSTAのマスクってガチで声困るんよ、届かんのよ。あのSTAのあのおしゃれな、おしゃれってかあの制服にくっついてるマスク、セットのマスクあるんだけど、あれがすごい塞いでるんだよね。確かにマスク絶対ね変わる。フェイスガードはあったとしてもマスクはいらないと思う。だってフェイスガードがあったら絶対さ飛ばんやん、唾とか。拡張器って何ですか？大きく聞こえるのかな、声が。最近ダメにハマってます、涙だから。いいね、いいね、いいね、いいね。3時だ、やば、早くしないと暗くなっちゃう。拡声器、声を消すメガホンって言えば。ああ、はい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 。体育の授業とか運動会の練習の時とかに先生が持ってるやつかな。あ、分かった分かった。まあ分かんないけど、より聞こえるようになったらいいなって感じですね。前回はマスクね、マジでね、メンバーの顔半分しか見れんしね、あれね。そういえば、そう言えばっていうか、メールでも一切触れてなかったんですけど、歌唱力ナンバーワン決定戦の歌が発表されました。え、知らんくっていつの間に発表されてたんだってなったよね、この前。華原朋美さんの I'm Proud 歌います。挑戦した曲って言ってたのはそういうことです。サビが高すぎて頑張りました。なんか前回自分の音域
前回と全然音域が全然違うからあれなんやけど、期待しか、いやこうなんか全然ダメだったっていうか、あのね A メロ B メロがね本当にねリズムがガチで難しくて、ちょっと音程がとうまく取れなかった。そう明日のいっちゃん最後なのかな、明日って言ってどうなんだろう、明日の一番最後、あ、やっぱりそうよね、普通に STU 何人行くんだろう、8人6人ぐらい行きそうじゃない、今回93人だった、92か93だから結構少ないから、挑戦ですね。I'm proud. I'm proud. あなたが今日髪の毛切りに行けばよかった。シンプルに髪の毛切りに行けばよかった。顔のいってらっしゃい。いや、切らないです。いつ行けるだろう、でも全然、いや行けばよかった感じで、マジで行けばよかった、わあ悔しい、今日行けばよかった、切るとしてもでも5センチとかだと思う、長さはそんな変えたくないんだよね、下がもう髪の毛の痛みにもう茶色になってるから毛先がすっごい、毛先だけ切りたい、めっちゃ切りたいんだよね、違う STU がね、私のね、私はね STU が収録した日の一番最初のグループの一番最初だったから、マジガチ一番初めだったの、めっちゃ緊張した、一番最初の一番最初に録音してきました、録音じゃないわ収録してきました、録音は違う、緊張した、そう先方剣道時と一緒やわ、先方
これでいいや、買い物行くだけやし。じゃん、髪伸びたな。うん、なんか髪の毛耳に入ってる。どうですか、私の前髪。今日はもうあれでいいや、パッツンでいいや。あ、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃうなよ。アホゲアホゲー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 。みろさんハートありがとう。インディーさんかわいい。内藤さん最高、かわいい、ありがとうございます。よし、写真撮ろう。可愛いって言ってくれるのは皆さんだけです。本当皆さんだけ。アイドルになる前なんて言われたことなかった、可愛いなんて。晩ご飯の材料、やだあ、このマスク良かったです。このマスク良かったんだけどね、まだあの普通の形のマスクが終わってない。あ、こっち使わないと、あと10枚ぐらいで終わる。これ先使おう。今日夜ご飯でもどうしよう、安いなんか買ってこようかな。瞳を擦り抜ける、やばい、朝掃除かけたのに髪の毛のせいでまた掃除かけないといけない。うわー、あ、すごい暗くなっちゃった。料理女子でもね、ほんと最近料理してないんですよ、ガチで全然料理してないです。やばい、勝手に別れちゃった。髪長、私、え、思ったより長いんだけど髪の毛。え、待って、髪長。スシローのお持ち帰り、昨日、一昨日か、ゆうかちゃんと寿司行ったんだ。じゃあネギマグロ、ネギマグロじゃないわ、ハマチもなかったし、私の好きな炙り系全部なかったから、もう最悪でした、悲しかったです。休止中って言われた、悲しい、休止中でした。めっちゃ食べた、めっちゃ食べた。でもね、そんな空は変わってない、料金とかもいつもと同じぐらい食べた。その代わりサーモンとかが食べ、あの炙り系がなかったから、炙り系じゃないものを食べた、いっぱいネギマグロ2皿とかアナゴとか食べてみた。
ぐ返事。おきちゃん1000円分いつより置いてた。昨日空絶対に1000円以上使わないって決めてるんよ自分の中で。前回900何本やった気がする。1000円以上は絶対使わないって決めてる。ジダル役、そう、口笑わないんだよな。笑ったらここの肉がすごいから。鼻が勉強終わったのが嬉しすぎて泣きそう。ほんまに嬉しい、勉強が終わったのが。これ本当嬉しい。なんかクールな顔の写真も欲しい。どんなん？メール撮ってるん？自撮りはメール、ブログやけど。寝顔写真？自分で撮れるもんじゃないよ寝顔写真。回転寿司だけ1000円以内にこだわる理由ってなんか。え、だって回転寿司だって1000円って10皿だよ。そんな食べないでしょ。ってか1皿高いもの、1皿200円とかのあんま頼まないです。デザートはカタラーナがちょっと2200円ぐらいするからそれは仕方ないけど。アリンコメール撮ってる。アリンコメールしか撮ってないと思った。嬉しい、ありがとう。皆さんありがとうございます。外に行くの嫌だな。寒いよね。寒い、外行くの嫌だ。寒いから。あったかい。勝ち。本当だ、あったかい。いつも最近13度ばっかだったのに17度とかだ。今日やん買い物日。あー、なんでダブルタップでしてないのにスクショになったんだよ。マジか、行くしかないじゃん、押すしかないやみたいになっちゃった。ここだけなんか巻きが変。そして今日はなんか久しぶりにお兄ちゃんから LINE 来ました。 LINE 内容は言わないんですけどびっくりしました。 LINE が来て、よし、そろそろ終わろう。服欲しい。買うんだよ、今から買うんだよ。ズズタウン、初ズズタウンです。やば、ドキドキするんだけど。ドキが胸胸です。初めてゾゾタウンっていうもの。そう秒で届く。え、そうなんだよね。あのなんかね、なんか2日とかで届くっぽいね、ズズザン。
マジで楽しみです。2日、なんか翌日はなんかねお金かかるって書いてたよ。みんなは結構ズドタウン使ってる人多いのかな。めっちゃ早い。楽しみだな。あれでしょ、黒い箱なんでしょ。黒い箱にゾゾタウンって書いてるんでしょやば、楽しみすぎる。なんか黒い箱にゾゾタウンって書いてるみたいな聞いたことあるよ。楽しみですね。注文完了みんなとこう話しながら実は注文していました。よかった、無事クレジットカード使えるようになってた。注文しました使えるようになってた。そう、もうカートにはもう入れてた、カートには入れてたんですよ。だから本当に間違えてただけだったから、よかった、初ゾゾタウンでした。何買った？届くの楽しみにしてて、届くの楽しみにしてて。うわー楽しみー、楽しみだな。でも楽しみ、クレジットカード私使わんよ普段。だってクレジットカード持ってなかったもん、本当に最近作ったって感じ。普段のお買い物では使わないんですよ。ネットでグレイルとか、グレイルで使ってたんですよ。なんかコンビニになると、まあ、手数料かかるやつとかからないやつがあったりとかするから、その手数料代がすっごい、それは嫌で、もうすっごい割引、服が割引されててもなんかすっごい損した気分になるの。だからお父さんとかの許可を得て、しかもこんなカードに、みんながに不安な、みんなが不安っていうかならないように言うけど、そんなクレジットカードにお金いっぱい入ってません。なので安心してください。だからそんな買わんし、そんな、そらは金遣い荒くないから、そんな心配しないで。なんかそんな私って信用性ないのかなってなってしまうから、そんな心配しないで。今回はでも冬用カラーパン使いました。カラーパンツ買いました。もうね、値段を聞いて驚くよ。いやもう値段だけ言おうかな。そのもうねそらガチでもう安くなってるやつ買わないの、本当にこれガチだってね。ズボンね、そのカラーパンツ買ったんだけど、3000円のズボンを3000円のズボンを1000円で買ってるから私で、
あ、これはちょっとあれけど、まあ、3000円のやつを2000円ぐらいで買ってます。1700円ぐらい。元が安いのに、前より安くなってたの。まあ、3000円のものを2000円とか1700円とかで買ってますね。わー、届くの楽しみ。初ゾゾタウンでした。本当に安いやつだから心配しないで。安いのしか買えないんですよ。あ、これあ、可愛いと思ってポンって開いて、だから値段がめっちゃ高かったらもうすぐに諦める人なんで。本当にこの服だって1400円だし、古着屋さんで安くなってて、本当に私は安くていいものを買う女なので。よし、本気で家事買いに行かない、買い物行かないと本当に暗くなる。終わる。届いたら絶対着るからチェックしててね。13位ナナニシさん、12位バンジェラモンスターさん、11位斎藤さん、10位小雪さん、9位イエローフィッシュさん、8位ユータさん、7位エリックさん、6位ヒロさん、5位キノピーさん、4位レッドアイさん、3位ウィンディさん、2位オリコークさん、そして1位はミロさん、ありがとうございます。いや、皆さんね、初めてのズズダウンデビューの時の表情を見せれてよかったです。見せれて、披露できてよかったです。披露っていうのかな。ありがとうございました。のんびり1時間ちょっと配信しました。この後はちょっと早く買い物しピョンって帰ってきたと思います。では行ってまいる。ありがとうございました。また遊びに来てください。夜七並べ配信するのでよろしくお願いします。ありがとう。